PB は1960年代に当時のソビエト連邦で開発された消音拳銃である。PB は東西冷戦期の1967年に PM をベースに開発され、主に暗殺等の特殊任務用途で使用された。運用の性質上、本来は機密扱いの兵器であったため、西側諸国は長らくその存在を把握していなかったが、1970年代、 後半に勃発したアフガニスタン紛争でスペツナズの装備品が露覚されたことにより存在が公となった PB のエジェクションポート。外付けサプレッサーを外した状態の PB。基本的な操作方法やグリップ周辺のシルエットはベースとなった PM とほとんど同一であるが高度な消音機能を持たせるために半一体型のサプレッサーを装備している点が異なっている。 外付けサプレッサーはネジが切られており、使用時には内蔵サプレッサーを兼ねた重心に装着する。これには発射時に発生したガスをサプレッサー内で分散させる役割があり、ほぼ完全な消音を実現している。なお、外付けサプレッサーを装着せずに発砲することも可能である。また、リコイルスプリングは一般的な自動拳銃とは異なり、L 字型の部品を介して、 グリップ内部に組み込まれている。これは、サプレッサーの構造上、リコイルスプリングを組み込む、物理的な余裕が、スライド内に確保できないためである。グリップパネルの衣装が、PM で採用されていた丸の中に星型を配した、形からダイヤ型に変更されている。専用の革製ホルスターも用意されており、本体と外付けサプレッサーを分割して収納することができる。 ありがとうございます。